どんな敵かと思ったら大したことないの。敵機械生命体反応健在。支援ユニットに対する感謝の提示。お店が欲しい。
警護、危険を感知、EMP 攻撃、推奨、離脱。ここは EMP 攻撃の衝撃によって、A2 のメモリ空間にハッキング被害が生じたもの。じゃあ、これは私の記憶領域か。てか、なんでお前がここにいるんだ。随行支援ユニットは、支援対象機に不具合があった場合、内部モニタリングの義務があるため。勝手に人の頭に入ってくるな。私たちは同じだ。誰にも頼れず、ただ泣き叫んだ。うるさい！うるさい。ポンド1号さんへ情報共有を開始する。了解。圧縮会話モードを起動。圧縮会話モード終了。理解した。 A2 の記憶空間内にある 2B データが A2 の自我に及ぼす影響について今後の報告を待つ。了解した。支援活動の参考情報としてアップデートする。
おはようございます、A2。 一体夜破棄隊 A2 は5分42秒前に再起動された。原因、大型機械生命体との戦闘による過負荷によるもの。くそ、砂だらけで鬱陶しいな。報告、燃料用ろ過フィルターが劣化。砂漠での戦闘時に微細な粒子が内部に入り込んだ模様。推奨早急な当該部品の交換。交換って言われてもな。レジスタンスキャンプで使用された過去記録を発見。レジスタンスキャンプ。
同士の争い。貴様も機械生命体だろ。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル。戦いを嫌う機械生命体です。だからなんだ、機械生命体に魂なんかない。ただの殺戮機械で、私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありませんね。それであなたが殺さないのですか？うるさい。気が変わらないうちにどこかに行け。あなたは？いえ、何でもありません。ありがとうございました。破損すると燃料供給に深刻な問題が発生。推奨燃料用ろ過フィルターの早期交換。分かってるよ。機械生命体パスカルを中心とするコロニーの座標を確認。マップにマーク完了。うるさいな。
赤毛の双子に言われてた資材が揃ったな。私に行くか。Thank you.
双子が言ってた砂漠のバラがあるのはこの辺りか。これじゃ取りに来るのも一苦労だな。あの二人どうしてこんな大変な仕事をしているんだ。